の入り口のところで、可愛らしい女の子たちが番組の撮影をしていて。はい、今日もツボはなので、キャピッとやろうと思いましたが、さすが、ね、にできませんでした。かしかた <laughs> はい、ちょっと照れちゃいました。はい、あの本放送の方では、そちらもね、はい、いずれ放送になると思いますので、ぜひ。 ご覧いただきたいと思います。ジュニア兄さんに絡んだ番組だそうですよ。<ー>はい、坪でもまたね野尻さんそのおたれを専門家でもありますから、ね、いはい、ぜひお越しいただきたいと思います。はい、まあ今日はこれからでございますので、<laughs> でね、はい、次回の話ではなく今回の話に <laughs>、ね、行きたいと思います。はい、えっと今回はですねフィデリティ退職投資教育研究所所長の野尻聡さん二度目の、はい 登場になりますけれども、ね、今回のタイトルは、投資っていつから始めればいいの会議と題して、2人ですけど、<laughs> 会議と名付けて、ご覧いただいている方もこの会議に加わっていただいて、そう,ねね、そうなんです、盛り上がっていこうかなと思います、うんはい、スタッフがですね見てください、TIHI かもです。野さん うん、な <laughs> <あ>の。投資っていつから始めればいいのカ <laughs> ンファレンス。そうです。作ってくれました。ちゃんとレ。<出た> <laughs> <laughs> そうなんですよ。ツッコミどころ満載なので,で、一応ね、拾っとこうかなと思いまして。はいはい。

ね、接近してくるということですから、皆さんお気をつけいただきたいと思います。はい、まあ、ここでは盛り上がっていきたいと思います。はい、さて、今日はですね、こういうタイトルで進めていきますけれども。えっと、アベノミクスがずっと始まって、野尻さん。いろいろ会社の中では、そのサラリーマンを対象にとか、いろんなアンケートを行ってきているということですけれど。その以前、アベノミクスが始まる以前と、アベノミクスが始まってからの。アンケートって、ずいぶん内容が。 変わってきてきいるんんじゃないかと思うんですね,んですね私も例えばセミナーとか、はい、あのたくさん講師で呼んでいただいたりして話をすること多くて、うん、たくさんの人がいらっしゃるようになったんですねだから、はい、いや随分あの投資にこういろんな方が目を向けているんだろうなって思っていたんですけど、うん、2010年、うん、2013年、うん、14年15年と、はい、あのサラリーマンの方のアンケートいわゆる働いている方のアンケートっていうのを。うん やっていて規模も1万人とか3万人とか、い大規模規模のやってきたんですけど。そういう規模で他でやってるところってそんなに効かないですよね。ねえー、しかもあの投資家のアンケートではなくて、うん、投資をしている人していない人全然関係なくいい分けずにもう本当に1万人という枠の中で、はいそ,でね、でその中で投資をしていますか、うん、っていうようなデータを聞いているんですね。はいはい、でそれでやっぱりちょっとだけあの。 えーって思うデータというのがいくつかやっぱり見つかるんですよね、はい、それがすごく面白いなと思っていて、うんうん、やっぱりあの今一番その中で気になっているのが、うん、実はあの投資をしていますかっていう質問に対して、うんはい、投資をしていますっていう答える方が減ってるんですよ減ってるちょうどその、ね、グラフを今日はお持ちいただいたのでちょっとご覧いただこうかなと思うんですけれど、ね、これですね見ていただくと。はい これが、えっと、2010年にやった時の1万人調査、はいはい、これ2013年の1万人調査これは2014年に3万人でやってみたからこれは2015年今年の5月にやったそうなんですけど。 見ていただだだくとだんんだん右肩下がりなんですよねちなみに、はい、アベノミクスが始まったのが2012年の11月ぐらいからですよねで,ねで,ねで2013年に向かってこう上がっていって、はい、まあ中間でもみ合いつつ、はい、また2014年の後半に向けてグイッとこう上がってきて、はいはい、2015年またグイッと上がってきたっていう感じだったんですけどそれとは完全に逆 こだってここを見ていただくと、うん、2010年の頃の年末の日経平均って1万円前後だったと思いますよ、うん、それが今2万円を超えていたわけですよね日経平均だけ言ったら倍になっていたのに投資をしてる人が。 投資信託なんかは結構お金が流入してきたとか、はい、あの投資家の数も増えたんじゃないかっていう数値って結構、新聞で報道されたりとかしてるのとは全然ままたたそれもまた違う内容ですよね,すね一つだけね実はトリックがあってトリックって変ですけど、はいうん、これはあのサラリーマン、働いている人なんです。でんね、はいうん、でも 投資家は、その他に、六十歳以上の方もいらっしゃるじゃないですか。お金持ってる層はそ、ね、そのあたりですか。らねなので、ええ、実は投資をしている、ここでいう投資をしていますかっていう人は。実際に、まあ、お給料の中から投資をする人たちが、メイン中心になるはずなんですね。はい、その違いはあるかもしれないんですよ。お給料は、上がってない現実はありますよね。そうすると、もしかして、これ、うん、株価は、まあ。 倍近くになっているとすると、こう買うお金株を投資するもう壁株にまあ限ってですけど、投資しようとすると、まあ倍のお金が単純にかかるとなると、やっぱりなかなかちょっと難しくなるっていう現実なんですか。これもあるでしょうね。でもやっぱりね、あの例えば日経平均で1万円落ちて、次の年投資をしようと思ったら1万2千円になってましたとかってなると、ちょっとやっぱり。 引けますよねあの気持ち的にはちょっと下がったところで買いたいなって思うのって、うんでね、常にありますよねどちらかというとさってみるとあの時1万円だったじゃないっていうのは、えー、うんなんとなくわかるんですけど基準の数値なんですよねすどこに自分のレファレンス参照点を持ってくるかによって議論が違ってくる、えー、まあこれはあの「高度経済学なんかでねよく言う。うんうんうん あの参照点の問題っていうのはあるんでしょうけどこれだけマーケットが上がっているのにっていうのは実は振り返った議論なんですよね、はい、で逆にあの同じアンケートでどれぐらいその投資をしなかった理由としてどんなものがありますかっていう議論をするとこれまた。 の中ではなるほどなって思えるデータがいっぱい出てくるのでそれもちょっともしあればこれをちょっと見ていただくとこれもねすごく特徴的でたくさん線があるんですけど見ておいていただきたいのはこの上の赤と青の2つだけです。青は何かというと2010年の時に48.4%あったのがこれが。 投資をするだけのまとまった資金がないっていう理由なんですね。これはよくわかりますよ。よく言われますよ,、ね、よく言われます。これが実は毎年毎年下がってきて、今年のアンケートで二十九点六まで下がってるんですよ。二十ポイントも下がっていて、お金がすごい貯まったってわけじゃないですよね。きっとね。でもまあ言ってみると、<ー>あの少額でも投資ができるっていうことが。 認知されてきたんじゃないかなって思うんですよ。確かに投資信託も積み立てでできたりとか、はい、まあ株も分割してくれたりとか、はい、まあそう,うそれともう一つ、はい、兄さん。あ、兄さんだ。うん、兄さんもあの最初の頃私は本当に驚いたんですけど、えー、あの小額投資非課税制度、えー、え、投資って小額でできるんですかって言われたのを鮮明に覚えています。結構名前からそうですよね。よ小額がついてますもんね。初めて小額でできるんだっていうのを知りましたって言われて。<laughs> うん、我々やっぱりまだ努力不足だったんだなってつくづくでも兄さんの存在って大きいですねそう考えると、うん、で一方で気にかけなきゃいけないのは赤い方なんですよ、はい、これは資金が減るのが嫌だからっていうのが全然こう減らない<ー>かえってじりじり増えていって、ええ、ちょっと今年のアンケートではのダントツトップになってるわけですねこれでもさっきのアンケートとつながりますよね,すよね投資をしない、うん、しない理由が、はい。 高値警戒感だとすると、うんはい、株価が上がるにつれて、うん、投資をする人たちが特に現役層で投資をする人たちが減ってきているというのは、うん、非常になんか特徴的なんじゃないかなと、ねうんうんね、ただ野尻さん、はい、でも株価がこれだけ上がってきてはい、はい、今、デフレからインフレにこう切り替わる、うんうん としてもしかしたらもう少しずつ切り替わっているのかもしれないですよね投資側から見るとその中で投資をしないとなるとしていないとなるとやっぱりこの先老後に向けてすごく大きな格差が生ままれてきちゃいすよね怖いなって思うんですよ、それは20代、30代はまだ投資をしているかしていないかなんてそんなに大きなインパクトないんですなぜならば投資の金額が小さいからなんですけどこれがだんだん。 40代、50代になってくると、うん、それなりにその持っている人と持っていない人の差が開くんじゃないかというのは怖いなと思って、ねはい、でこれも実は、えー、と今回アンケートを取って、うん、ちょっとだけあの通常はいくらあの退職後の資金がありますかって聞いてきていたんですけど、うんはい、これを今回、ちょっとですねひねって。はいえー 年収の何倍持っているかっていうやり方をするんですよ。年収の何,倍何倍退職の資金を持っとい,、えーはい、いうのはあの年収たくさんある人と少ない人とか,、うん、から20代、30代は年収そんなに高くないじゃないですか、はい、それと50代を比較するのはそれはちょっとフェアじゃないよねと思っていたので、うん、それをちょっとちゃんとやってみようと思ったんですね。はい、で一番見ていただきたいのはこの赤とやっぱり青なんですよ。 投資をしていない人の比率が投資をしているといことしてない人としている人がやっぱり差があるんですね格差が投資やってる人の方がその年収に対して退職準備がたくさんできているということなんです、ねうん でもまあ、そのお金に対する意識みたいなものっていうのはちょっと高いのかもしれないですね。はいはい、でもね、一つ特徴はそれが20代、はい、30代、40代、50代とあのパラレルなんです平行線なんです、うん、大体。はい、ところがこれ2015年、はい、今年のアンケートで点線が投資をしていない人実線が投資をしている人っていうと広がっていますよね。でこの にこれ20代30代はあんまり広がってないあの全体に2010年の時よりもこう上にシフトしただけなんですけど、うん、450代の人はここの差が広がっちゃったんですよねでこれはきっと投資をしているかしてないかの差があの2二3 0代よりも後になって出てくるよそれはあの持っている量が大きくなっている分だけ、うん、この23年のマーケットで。 っ持っている人と持っていない人の差を広げてしまったとっいうところが大きななななポイントんんじゃないかなって思うんですよねももうここまでいったら、はい、その差って埋められないぐらいの大きな差になっている感じしますよねだったら早めにやっぱり気づい,た方がいいいたが早めにやっておくことで、うん、あの20年後、30年後の、まあ、30年ちょっと長いかもしれないですけど、うん、10年、20年後の差になってしまうんだったらちょっと早めにやりたいなとは思いますよね。うん 今日は。いつから始めればいいの、ね、という答えも導き出していこうかなと思いますので。はい、これ期待していただこうかなと思うんですが。はい、ここでですね、ニコニコ動画でご覧いただいている方が。いらっしゃるうちに、はい、じゃんあ。はいはい、太っ腹プレゼントの。告知でございます。はい、本をですね、五冊いただきました。野尻さんの本です。貯蓄ゼロから始める。 安心投資で安定生活という本を5冊頂戴しましたので、はい、ぜひご応募いただきたいと思います。こちらです。あお願いします。こちらでございます。ますで締め切りが9月14日ということになります。当選者の方のみにご連絡をさせていただきますのでこちらも気をつけていただきたいなと思います。これを読んだら。 えー、きっと皆さんも安定生活ができるかもしれないということでございますが今日ははいこの本を読むだけではなく番組もぜひご覧いただきたいと思います,す,、ねはい、す最後までご覧いただきたいと思いますのでニコニコ動画でご覧になっている方まもなく無料開放終了となりますのでポチッとしていただいてぜひ老後に備えて一緒に開業を行っていきたいと思いますはいこの先もよろしくお願いします,ししますプレゼントいただいてます <laughs> さあじゃあ引き続きですね、はい えっとこれがなので格差が出てしまうよ、はい、だから早めに気づいた人が老後に向けて、ね、まあ勝ち組になれる、うん、でもいいのかもしれない、ねはい、ということなんですね。勝ち組に一歩近づけるっていうことだと思いますね。気づくことがまず一番大事なんですね。はいすねはい、ここからスタート。まあ、はい。 投資のやり方っていろいろあると思いますのでこの後も詳しく伺っていくんですが今ね質問が結構入ってるんですよなのでちょっとご紹介しますね50歳男性からいただきましたありがとうございます貯蓄が全くありませんうんえ今さら資産運用しても手遅れだと思うのですがどうしたらいいですか まあよくあとでも議論になりますけど長期投資をしなきゃってね投資は長期投資だって言うじゃないですかこの人に長期投資はあるのかっていうぐらいの年齢だと思うんですけどただあのちょっと逆な見方をするといつまで投資が必要かっていうと。